はい、皆さんこんにちは、貨幣研究室ファイナンシャルプランナーの伊藤です。今回ご紹介いたしますのは、この70周年プラチナジュビリーね、このお祝いのために発行されました銀貨のセットになります。こちら700セット限定のものになりまして、こんな感じですね。ちょっと輝いていて見えない、反射して見にくいと思いますけど、この10種類の、銀貨のセットになります。ちょっとねメインだけご説明したいと思いますが、こちらが、まず、5ポンドのプラチナジュビリーです。ウェイトは 28.28g となっておりますね。紋章が描かれたものになります。そして裏面はエリザベス女王の姿が映っておりますね。そしてもう一個メインがありますね。こちら70周年ということで、プラチナジュビリーの50ペンス銀貨になります。こちらウェイトは 8g となっておりますね。で、この2つがメインでありまして、それ以外にまず2ポンドのブリタニアがありますね。こちらがブリタニアの銀貨となっております。そして裏面はエリザベス女王となっておりますね。こちら 12g ですね。そして1ポンドはこんな感じです。王冠なんですけども、バラでしょうかね、塔が描かれております。こちら、王冠ですね、 10.47g となっております。こちらもね、もちろんエリザベス女王が描かれておりますね。はい、この辺がまあメインでありまして、であとはパズルを全部合体したら盾になりますよといったものになります。で、これ10種類揃ってセットになっているというものですね。あの銀貨のセットは値段もリーズナブルで買えますし、まあ700セットありますから、どっかで見る機会はあるかもしれませんけども、まあこれと、プラチナの、セットも私持ってますので、両方持ってね、プラチナジュビリーをお祝いしたいなというふうに思っております。なかなかね、記念すべきコインのセットになると思いますので、こちらね、鑑定に出そうかどうかかなり迷ってはいるんですけども、大切に、保管しておきたいと思います。今回はプラチナジュビリーの、銀貨のセットですね、10種類のセットについて、ご紹介いたしました。こちらホームページには載ってないと思います、ロイヤルミントのホームページには載っておりません。まあ、いわゆるお得意様先だけに販売されたものになりますので、こういったものもあるんだなというところを知っていただくために今回動画にしております。ぜひね、ご興味持たれましたら、おそらくホームページだけで販売されているもの以外にもね、今後動画にしていくことはあると思いますので、ぜひいろいろ見てね、楽しんでいただければと思います。まだチャンネル登録ね、されてない方はぜひ、登録してください。よろしくお願いいたします。